日本の F3 戦闘機開発で動きがありました。ロンドンに本部設立で調整しているとの動きです。では、今回、このロンドン本部設立で、次期戦闘機開発急加速を詳しく深掘りしていきます。サウジが参戦を猛烈アピールの中、スウェーデンも参戦との情報も、なんだか F35 戦闘機開発みたいになってきていますね。果たして、戦闘機開発に意味があるのか今後見えてきませんね。新進で、ドローンを AI 操作する方がいいような気がしますが、新進量産化を検討する時が来たのではないでしょうか。空飛ぶ空母開発も同時にね。日本がイギリスとイタリアとの3カ国間で次世代戦闘機の開発を進めることを公に公表したのは昨年2022年12月初旬のことであり、すでにこの2023年9月末まででおよそ10ヶ月の期間が経過しようとしている状態だ。もともとイギリスとイタリアはこれにスウェーデンを加えた3カ国でテンペスト計画と呼んでいた次世代戦闘機開発計画を推進していた経緯があり、そちらへの日本の参画を促していたという経緯もあった。しかし、こうした状況が報じられていた当時は、日本の次世代戦闘機開発の本命は、やはり、従来通りに、アメリカと同国企業との共同開発だと考えられており、テンペスト計画への日本の合流という、流れは、あくまでも、一つの可能性という見方が主流だった。実際、日本でも、次世代戦闘機開発は、日本が主導権を発揮しながら行うことは唱えられていたものの、純然たる純国産化で、その実現が図れない現実を見据えて、アメリカのロッキード・マーチン社を技術支援先企業に据える方向が有力視されていた。日本の次世代戦闘機は、現在、航空自衛隊が運用を行っている、日米での共同開発によって生み出された F2 戦闘機の後継機となる機体と位置づけられており、その退役の開始が予定される2035年までの配備がマスト条件とされてきた。アメリカ側は、こうしたに日本が希望する次世代戦闘機の配備期間を鑑み、自国でロッキード・マーチン社が手掛けた F2 にラプターと F35 ライトニング2という2機のいわゆる第5世代戦闘機の折衷案を提示したと言われている。しかし、いずれも、現行の第5世代戦闘機の延長線上にあるこのアメリカ側の提案に、日本側は難色を示し、可能であれば、アメリカが開発中のいわゆる第6世代戦闘機となる NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの機能を欲したようだ。日本の航空自衛隊で運用中の F2 戦闘機はおよそ90機ほどであり、その代替機となる次世代戦闘機の収益の時期は、2035年が目標とされていたことは前述した通りだが、この時機が、アメリカの NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスとは大きな乖離があった。アメリカの NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスはすでにテスト飛行を終えていると当時の同国空軍の次官補がコメントしたこともあったが、現状での実戦配備は早くとも2040年代ではないかと目されている。そのためアメリカ側から見れば F2 戦闘機を同数で代替すると仮定した場合、およそ90機程度の生産数に止まる日本の次世代戦闘機開発に、自国の NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスを関与させることの利点は薄いと判断されたと考えられる。そもそも、アメリカ側から見た場合、日本の次世代戦闘機の使用は、現行のいわゆる第5世代戦闘機のアップデートで対応可能な領域に止まり、NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスが目指す、いわゆる第6世代戦闘機とは、齟齬があったとも言われている。いずれにせよ非凡とアメリカとは、日本が必要とする次世代戦闘機の使用、要件、性能について、従来までのように共同開発を行うことに、相互にメリットが見出せない形が明白となり、日本としては、別の選択肢を余儀なくされたと言えるだろう。そこで浮上したのが、イギリスと、その傘下の BAE システムズ社で進められてきたテンペスト計画への合流であり、イギリスもまた、
現行の同国空軍の主力戦闘機であるユーロファイタータイフーンの代替機を2035年から実戦配備する計画としていた。この次世代戦闘機の収益時期が2035年であるという完全な一致が急速に日本とイギリスとを結びつけるポイントとなったことは想像に難くなく、スケジュールを中心とした共通点から相互に利点が生じた結果であろう。また、日本とイギリスとは国の立地においても少なからぬ共通点を有しており、互いに島国で四方を海に囲まれているため、次世代戦闘機においては仮想敵国の艦艇の接近阻止を起とし、対艦兵装の充実を図りたいという点も一致していた。ただし、現状の航空戦力を見た場合には、日本とイギリスとは少し事情が異なっている点もあり、日本は、いわゆる第5世代機の F-35 ライトニング 2A 型を、現時点で105機ほど調達して、主力戦闘機として運用する方向に動いている。これに対して、イギリスは、F-35 ライトニング2に関しては、A 型の調達は行っておらず、あくまで、現行の主力戦闘機は、いわゆる第4世代機のユーロファイタータイフーンであるため、日本よりも、戦闘機の近代化を進める必要度は高いと思われる。ユーロファイタータイフーン派、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインのヨーロッパの4カ国によって共同開発が行われた機体だが、イギリスは、合計で160機、イタリアも96機を調達しており、空軍の主力戦闘機となっている。ちなみに、イギリスは F-35 ライトニング2に関しては、クイーン・エリザベス級航空母艦の艦載機として、B 型のみを予算上で48機調達している最中であり、日本等のようにオーソドックスな A 型の調達は行っていない。これに対して、イタリアの場合は、同国空軍が A 型を60機、B 型を15機、海軍が B 型を15機調達する計画となっているが、予算が許せ、バビー型の調達機数を空軍40機、海軍62機まで引き上げる可能性もあり、その場合には日本を超える保有するとなる可能性も出てくる。こうして俯瞰して見てみると、国の経済的な規模に照らしてみた場合、失礼ながらイタリアはユーロファイタータイフーン、F-35 ライトニングにともに割と多くの数を調達、配備しようとしているように感じられる。逆に、イギリスは、いわゆる第5世代世代戦闘機としては、F-35 ライトニング 2A 型を調達する予定がないため、今後の航空戦力の強化を考慮すれば、日本とイタリアとの GCAP、グローバルコンバットエアプログラムでの有人機開発に重点を置いていることは間違いないだろう。テンペスト計画の時点では、イギリスとイタリアに加えて、スウェーデンがそこに加わっていたが、スウェーデンは、そこで生み出される戦闘機を調達することまでは決定しておらず、開発を通して得られる技術の習得を、最大の目標としていたと召されている。しかし、ご存知のように、スウェーデンは、2022年2月に正規したロシア・ウクライナ戦争の余波で、NATO への加盟を申請するに至り、トルコの反対で、一時的に遅延はしたものの、大筋で、加盟の合意を得ており、間もなく実現する模様だ。そうした動きと並行して、スウェーデンが GCAP、グローバルコンバットエアプログラムにも正式に参画する可能性も示唆されているが、こちらに関しては、今のことろ目立った動きは報じられてはいない。逆に、2023年8月には、中東のサウジアラビアが、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムに参画を希望しているとの報道がなされたが、これには日本側が難色を示しているとの見方が強い。イギリスとイタリアは日本とは異なり、資金力に長けたサウジアラビアの参画を前向きに捉えているとの情報もあったが、イタリア側で GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの主管を担うレオナルド社は、こうした見方を否定している。このため、現時点では、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムへのサウジアラビアの参画も不透明ではあるが、個人的にも、なんとか完成品を購入してもらう程度の関与に止める方が無難ではないかと感じている。